26年前の津波で壊滅的な被害を受けた奥尻島。津波の被害を受けた後、多くの家がこの辺りに再建されたんですが、今では人気も少なく、空き家も目立つようになってますね。今活気ないですよ。この時間なし止まるかないでしょ。我々も年だから、あと何年やれるか。島の人口は被災する前の半分にまで減少。その影響は深刻です。死亡された方とかもいるんですが、やはり景気が良くないということで商店閉まっているということが現状です。もうね、災害の話よりもね、やはりこうみんな生きていくのに大変なんだ。島の大きなホテルは閉館が決まり、それに伴いフェリー一路線の運休も検討されています。島の中では津波の語り部活動も途切れ、展示施設でも観光地としての奥尻島の選ばれ方というんですか、変わってきてはいると思いますので、単純に言えばまあ減っている。若者も高校を卒業するとほとんどが島の外へ出ていきます。そんな中、新しい取り組みも。こんにちは。みんなは奥尻島の出身ですか？全然違います。全然違います。島の高校生を増やそうと、学校が全国から募集した離島留学の生徒たち。奥尻島ってどうですか？コンビニも少ないですし、お店もないですし、やっぱり物価は高いとかいろいろ問題はあるんですけど、楽しいです、すごい。離島留学の生徒たちは3年間民宿で生活しながら町立の高校に通います。今は新しく寮も建設中。こんだけ景色が綺麗だから、そんなのあった気配とかも全然なんだろうなくて、地元の人たちから話聞いたら、やっぱ電線とかにも昆布とかいろんなのかかってたって話とかしてもらったりとかして、すごいなって。同年代とかやっぱこう若い人たちだったら、まず奥尻ってどこなのか知らないし、災害があったことすらもう全く知らないから、こう帰省した時とかに友達に話してみたりとか、親にもそういうのはちょくちょく話してみたり。津波の教訓が風化し続ける中、外から離島留学で来た生徒たちが語り継いでくれるのではとの期待もあります。あの津波災害から四半世紀が過ぎた今、奥尻町の教訓は、生活に戻してあげようということに向かってこのご計画を立ててたんですけど、当時はまあ今のような状態というのはもう本当に想像はできない状態でした。後継者がいなければもう間違いなくその作業というのは衰退していきますから、もう一歩踏み込んで数十年先の街づくりというものをやはりこう考えていかなきゃならないな。語り継いでいかなければならないとよく言われますが、奥尻島ではそれができなくなりつつあるというのが印象的でしたね。この、奥尻島の地震、津波というのが平成時代の災害の歴史のある意味スタートでもあったわけなんですが、こうやって見ますと平成時代、もちろん、地震だけではないんですが、阪神淡路大震災、新潟県の中越の地震もそうですよね。東日本大震災、平成時代は地震の活動期に実は入ったとも言われています。半年前には北海道地震がありました。さて、それにしてもこの奥尻島の津波の怖さを我々改めて実感したわけなんですけど、この津波の持つ意味何なんでしょうか、福和先生。はい、そうですね。我々日本海側で、大変な津波を経験しましたが、その時に作ったものっていうのが、残念ながら、20年30年経ってくると、使えなくなってきてるっていうのは目の当たりにすると、今まさに、
南海トラフ地震に対して我々が一生懸命作ってる津波避難タワー、こういったものをずっと維持するのは極めて大変だということがよくわかりますね。それから東北地方も同じなんですが、地域社会に弱さがあったとすると、その弱さがですね、見事に早くに災害によって生み出されてしまうんです。で、これをなくすためには地域そのものを強くしておく、魅力ある地域にしておくということがとても大事だということが分かります。それから復興するときには単なる復興じゃなくて、かつてよりも素晴らしい復興、より良い復興ということが大事だということも学ばさせていただくことができたように思います。はい、災害は町の問題をスピードアップさせる、心に残る言葉ですけども、さて今日はですね、まだまだ続きます。続いてはこちらです。お願いします。